僕もねちょっとだけほんまにちょっとだけ、あの映画の撮影にそうそうこの間行かせていただいたんですよ。木村雄一さんとあの一日中一緒やって、木村雄一さんの部下っていう役で、うん、木村さんと僕仕事したのもうほんまに初めてやったんですよ、うん、で僕しか吉本の後輩がいないっていうことで、うん、合間もずっと喋ってたんですね。で合間休憩みたいな感じだったんで、うん、この時間もずっと一緒におって、うん、でなんかちょっとどっか行こうかみたいな、うん、2人でどっかなんか歩いたりして、優しいな、そう、うん、その時間潰どうしたいか分からへんから、うん、その一緒に時間潰してくれて、うん、でその時に僕そのなんか何の会話したらいいか分からないじゃないですか、そのめっちゃ兄さんやし、うん、一回もそんな密に喋ったことないんで、うん、で、木村さんが京都人やっていう情報は僕は知ってたんで、うんうん、あ、そうや京都人やと思ってその会話しようと思って、京都の人ってあんまりこう大阪の人よりも思ったことって言わはらないですよねみたいなことを言ったんですよ、うんうん、あ、まあ確かにそうかもしらんなみたいな、うん、で、お茶漬けでもどうですっていうエピソードあるじゃないですか、うん、京都の人がこう大阪の人を、うん、家に招いて、うん、でまあなんか飯食った時に、うん、京都の人はそろそろ帰ってほしいなって思うタイミングでちょっともうそろそろ帰ってくれませんとは言えないんですよ。だからこうお茶漬けでもどうですかってこういうことで、うん、あもうそろそろこの場を開きかってなって、うん、普通はみんな帰るんですけども、うん、大阪の人はガサツやから、うん、あじゃあ食べて帰ろうってなって、あじゃあ呼ばれますって言ってずっと居続けるっていうエピソードがあるんですよ、うんうん、でそれを僕は木村さんに言ったんですよ。なんかこういうのもありますし、なんか、うん、京都の人ってあんまり思ってることを言わないですよね、うんうん、みたいなことを俺が言ったら、うん、それ落語であんでって言われて、うんうん、あそうなんすかって言って落語の説明パーってされてんけどさ、うんうん、俺マジで釈迦に説法やんなこれ。何その釈迦に説法やんなっていやそうじゃない、俺京都の人しかも大エラ先輩にさ、俺これ落語のエピソードだと俺知らんかって。いやちょっといやその釈迦に説法やんながもうちょっとなんか嫌やわ。なんで嫌やん、なんで嫌やん